安土城にある森なぎり屋敷屋と本能寺で内ちにする森乱丸森乱丸、大丸、力丸の墓信長と乱丸。月岡義都氏が森生理は安土桃山時代の武将。織田信長の近所。俗称は乱丸。森乱丸という名で知られる織田信長の近所である。本能寺の変で四君と二人の弟と共に内ちにした。名前については遺説が多く、 陽明を乱とする者や、忌み名を朝廷や長安とする者などいくつかあるが、本記事においては忌み名として有力とされる、整理で統一する。文書では、乱あるいは乱法師という名が用いられている。忌み名は、完成重修書家府に朝廷とあるが、当時の古文書の署名では、整理である。A68 年、織田信長の家臣。 森吉成の三男として、尾張羽栗軍連代に生まれる。天正5年5月、織田信長に故障として、弟らと共に召し抱えられる。以後、信長の側近として活動する。天正9年4月20日には、大見国に500国の治療を与えられた。特に、信長後期によれば、死者としての活躍も見られ、天正7年、4月18日縁が放棄か 銀数百枚使いはされ候、うろ森蘭、中西ゴンベイ上福へ下され、過分片付けなきの行行なり、天正八年、正月二十六日、森蘭越しにて、農州義父五土蔵に、千年、長目一万六缶缶入れおかれこうなどの例がある。また、母である妙向きには、織田信長と石山本願寺との争いの和睦成立に奔走した際に、整理を通じて、 情報を得て信長と自家判をしたとされる。なお信長は、当時、本願寺との和睦に際して、金山城下に浄土新州の寺院を建立、子息の一人を出家させることを条件に和睦を提示した。天正十年、甲斐、武田氏滅亡後は、公衆征伐に貢献したとして、品の川中島に領地外となった兄、長吉に代わって、美野剣山及び、 米田島を与えられた。またみの岩村城主にもなった。関英殿には五万国とある。ただし、整理は岩村城には在場せず、長吉の家老、鏡岩章が整理につけられ、城代を務めた。同年、本能寺の変において、本能寺で明智光秀の軍に一万に囲まれて検討するも、信長に、 槍で傷を負わせた明智配下の安田国次によって、討ち取られた。去年18。撃たれる際、生理は白こそで起きて、修善寺の平岩結びで髪を、茶船曲げに言っていたと言われる。ただし、これは玄衛門本人の証言によるものであり、信長に、槍で傷を負わせたという証言にも疑問が残っており、確証はない。本庁総衛門覚え描きではまた異なる記述が、 なされている。さらにルイス・フロイスの日本史では信長は、しばらく戦ったが、腕に銃弾を受けると、自ら部屋に入り、襖を閉じて、そこで自害したとされている。このように、信長や生理の最後も小説が入り乱れており、確たる事実は明らかになっていない。決定版図説、戦国家中州に森乱丸所要とされる、伊予殺道不足が掲載されているが、 この具足は、日本甲冑史学研究会会長の伊達夫が、彦根で発見して、川越の古美術書を、奥大のながらに譲ったものであり、両人とも名前を公表することを承知した上で、真実を記しておかないと誤ったことが、歴史事実のようになる。発見当時には、名号の前立なども存在しなかったと、整理書用のものであることを、はっきりと否定している。また、この具足を修理した、 甲冑師の妙珍宗教も、同様に、生理の用いた品ではないという趣旨の発言をしている。なお、妙珍は付随する兜は自身で別に手に入れて、鎧に合わせたとも語っているが、前出のいい達夫によれば、具足は一両分揃っており、兜を他から取り合わせたというのは、妙珍の記憶違いであるとしている。兵庫県阿公市の多い神社に、森乱丸所用の槍が伝わっている。 元は、浅野家断絶後に転放された森家が所持していたとされ、森家半祖と乱丸を祀る阿公神社に信仰として、伝来、第二次大戦後阿公神社が、大石神社に行使されたため、大石神社の所蔵となる。宝物殿で公開されている。小説。ありがとうございます。